家に置いてもしょうがないんで、繰り返しになるんですけども、 PCDJ ではだいたいこう2万3万ぐらいから、10万15万ぐらいの多分価格帯になると思うんですけれども、じゃあこの機材ともっと10万15万ぐらいする機材っていうもの、はい、というわけでこの DDJ-RP 開けていきたいと思うんですけれども、ちょっとまあこれだと大きさ感がわからないよね。iPad Air 2を置くとこんな感じです。MacBook Pro 13インチも、こんな感じかな。結構ね、大きいよ、これ。MacBook Pro 1.5 個分ぐらいの横幅がある。で、縦にするとこういう感じ。こういう、これぐらいの厚さがあって、パイオニア DJ、DDJ RB、DJ コントローラーで、レコードボックス。これ結構肝なんですけど、まあ、後で説明しますよ。こういう感じ、こういう感じ。ただね、結構、なんかでかい箱ではあるんだけど、結構大きさから想像する重さよりははるかに軽いです。すごいなんかひょいって持てちゃう感じ。よいしょ。こういう感じですね。こういう感じですね。なかなかこんな大きいもので撮ったことないから勝手がわかんねえな。取説保証書、これ写しちゃダメなやつ、これ写しちゃダメなやつ。あのレコードボックス DJ っていう、まあ、DJ ソフトの無料インストールコードがついてるんです。これさえ買えばパソコンがあれば DJ 始められますよっていうものなんです。で、今ここあのプロダクトキーが書いてあるんで隠してるんですけども、で、本体がもう見えてるんだけど、こっちから行ってケーブルですね。USB タイプ B、 A 端子 B 端子の、ケーブルが入ってますね。あ、なるほど、こういう感じか。もう出ますね、これ。よいしょ。あ、軽っ。よいしょ。ちょっと箱どけましょうか。よいしょ。ちょっと寄りましょう、そしたら。よっ。こういう感じ。チュッチュルー。あー。おー、黒いわー。黒い、てかかっこいい。いやー、いいなこれすごい。こうなんか思ってたよりも四角い。もっとこうなんか実際見たら丸っとしたのかと思ったら、すごいこうなんか角張ってる。すげえなこれ。はい、こうありまして、まあずらーっとこう舐めていきましょう。とりあえずなんか FX とか書いてありますね。で、なんかいっぱいこうつまみがたくさんあって、でこれですね、ジョグダイヤル。あーっと来て、パッドとかプレイボタンとか Q ボタンとかあって、フェーダーが2つあって、同じようなのがあるという感じですね。はい。で、だーっとミキサー部があって、降りてくると、レコードボックス、パイオニア DJ という感じですね。ここか。ここにヘッドホン用のモニター端子がありますね。よいしょ。裏に回ると、ここにね、LINE のマイクインがあって、レベルの、つまみがありますね。アナログ出力用のマスターアウト。で、USB-B がつくと。で、例の、なんて言ったか忘れたけど、あの、鍵がつけられるやつですね。まあ、こんな感じなんですけど、何はともあれ、まずソフトをインストールして使える状態まで持ってってから、もう一回ご説明しますね。はい。日付変わりまして、開封動画を撮ってから4日ぐらい経ってます。で、その間ですね、ちゃんとこれ、SB じゃない、RB 触りまして、使い方を覚えました。で、それを含めていろいろご説明しようと思うんですけれども、今これパソコンの方なんですけども、レコードボックス DJ っていう DJ ソフトが立ち上がってます。これはパイオニア DJ のウェブサイトからダウンロードして、で、プロダクトキーをパチパチって打ち込むと、使えるようになるよっていうものです。で、まず一つ目特徴なんですけれども、こいつの特徴ね、このコントローラーの特徴なんですけども、こいつバスパワーで動きます。なので、刺せば、今これ光りますもん。はい、つきました。はい。こういう感じで、電源供給が必要ないんですね。てか、電源端子そのものがないんですよね。で、二つ目なんですけれども、このレコードボックス DJ っていうソフトにはですね、他の DJ ソフトにはない画期的な、まあ、機能がついてまして、それが、PC マスターアウトっていうものなんですね。何かっていうと、普通、マスターアウトっていうと、ここのアナログ端子から出て、スピーカーなりアンプなりに繋がるもののことを言うんですけれども、PC マスターアウトというのは、そのマスター音源をこの USB で繋がっているパソコン側から出しちゃおうと。なので、パソコンのスピーカーとか、パソコンから出てる、なんか、よくわかんないですけど、スピーカーかなんか、
あるいはなんかポータブルスピーカーかなんかからマスターを出力するっていうことができるっていうのが、このレコードボックス DJ の一つの特徴になります。他の DJ ソフトだとこれができなくて別にスピーカーとかを用意してあげる必要があるみたいです。実際クラブとかで鳴らすとなったらまずこの PC マスターアウトって必要ないというか使っちゃいけないと思うんですけれども、ただ家で練習するとかあるいは友達呼んでちょっと音楽鳴らすみたいな場合に手軽にねPC から音が出るっていうのはいいと思うんですよ。つまるところこれは PC とコントローラーさえあればもう完成してしまう DJ セットなわけですね。もう音も出るでコントローラーもできるでなんか適当なイヤホンかなんかこう差しとけじゃないですか。ちなみにこれ今刺さってるのはあれですね、このフォンからモニター用の、オーディオテクニカの ATH Pro 500M2 差してますけども、じゃあですねちょっと細かい動きとか機能とかを、順番にご紹介していこうと思います。はい、アングル変えてみました。ではですね順番に行きたいと思うんですけども、まあ何はともあれ曲を選びたいとなった時にですね、まずどこいるかというとここなんですよ。ここです。ここをグリグリするとですね、PC の画面の方で、こう動いてるの分かりますか？ PC 画面がこれで、押したりとかしてプレイリストを選ぶとかやってこうやって曲を選べます。で曲を選んだらどうするかっていうと、ここにですねロードっていうのがあるんですよ。ボタンがロードっていうのがこう2つついてまして、要はですねこっちを押すと今選択してる曲を、左の、コントローラーに入れる、あるいは右のコントローラーに入れるっていうことをするわけですね。だからポチッとやるとこれ、パソコンの画面上で読み込まれましたよと。同じように別の曲をですね右に入れようとするとこういう感じでピュッと入ります。これでもう音が鳴るというか曲を取り込むことができた状態。じゃあ簡単なところから行きましょうか。まずですね、はい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 、パチパチパチと、なるよね、なるね、 OK。 そしたら、ここ再生ボタンですね押しましょう。はい、ちゃんと音鳴ります。で、次、Q っていうこれなんですけども、あ、やべ、変な音したよっ。ここ Q ボタンっていうのは、今つけた印頭に戻ります。で押しっぱにすると流れるみたいな感じ。それとは別にですね、ホット Q っていうのがついてます。これは曲の任意の場所に印をつけてそこに飛んで再生を開始するっていうもの。みたいな感じ。エフェクトですね。みたいな感じですね。スライサー、見てわかるようにこれシーケンスになってて1234123412341234で刻んでるんですよ。今流れてる曲っていうの。で、それの任意の場所に飛べるっていう。ただ、曲は進行します。サンプラーは普通のサンプラーですね。もともと登録してあったサンプリング音源というものを鳴らすボタンです。みたいな感じ。で、ジューっといて、ここがですね、ここのつまみが、ピッチフェーダーっつって、速さを変えるやつ。上に行くと遅くなる。下に行くと速くなる。みたいな感じですね。で、ついでにこっち。これが、さっきもエフェクトできたんですけど、こっちは曲に対してかけるエフェクトですね。まあ、基本、押しっぱなしで、で、ここで、まあ、一応、掛け具合をこう調整するみたいなもんですね。今これディレイが入ってます。はい、よし。でそしたらジョグダイヤル見ましょうか。これ今これねこの点面がタッチパネルになってて触ると止まります。でこれスクラッチもできる。まあ、こういうこともできるよと。で、この点面を触らずに、エッジだけをこうちょっとやると、曲がちょっと遅くなるとか、ちょっと速くなるっていう、ピッチベンドっていう機能が使えます。
で、これでミックスするときに合わせていくみたいな感じですね。はい。じゃあ、真ん中のミキサー部いきましょうか。まあ、いろいろついてはいるんですけれども、まずは、そうですね、EQ かな。ここ3つ、見えるかな。ハイ、ミッド、ローって書いてあるんですよ。要はイコライザーです。特定の帯域の音を上げる下げるっていう話ですね。高い音、中音で低い音みたいな感じです。なんで、例えばこれローを下げて、押すとこういう感じ。今これ低音鳴ってないから分かんないか。まあこんな感じですかね。で、上がね、これトリムっつって、曲そのものの音量ですね。曲ごとに、録音レベルが違うんで、ミックスするときに合わせてやる用のトリムですね。で、フィルター、これは、ローパスとハイパスが右と左に振られてます。こっち振ると、ハイが残る。で、こっち振ると、ローが残るって感じ。で、まあ見てわかるような縦フェーダーです。これ、縦フェーダー、ヒュー、音量ですね。はい。今度、真ん中、ここ行きましょうか。ここ一番大事なところ。横フェーダーですね。クロスフェーダー。要はですね、今こっち流れてんじゃん。ちょっと落とそうか。こっち流れてて、で、今こっちすると消えるんですよ。で、こっち押すと、音出るみたいなね。要はこっちとこっちを混ぜるときに、どっちの音を出すかっていうものです。で、レベルメーターもちゃんとついてますよっていう感じ。はい、真ん中もうちょい見ていきましょうか。ここ、マスターレベルって書いてあるのが、これがラインストロークした時のマスターアウトの、音量です。今は PC マスターアウトしてるんで、このノブ関係ないんですけども、ラインアウトした時は、マスターの音量をここで調整するといった感じ。で、モニターのヘッドホンの音量がここですね。はい。で、モニターヘッドホンから流す音を決めるのがここです。マスターっていうのが、要はマスター、PC マスターでもラインマスターでもいいんですけども、流してるものの音源。で、左側、右側、両方みたいな感じですかね。一個忘れてました。ここにループあります。ちょっと流して。ここでループのインとアウトを設定してあげると、これで、今ループしてるのわかりますかね。曲がループします。というわけでですね、まあ、駆け足ではあるんですけれども、まあ、この DDJ-RB の機能とか、まあ、その、触り方みたいなものを簡単にご紹介してきました。この時点で僕の感想というか、まあ、4日使った上でどうだったかって話をしたいんですけど、